皆さんもおはようございます。こんにちは。こんばんは。今日は8なんなんてそりゃねえだろうの4話でございます。なんか船が飛んでるけど、これは興味深いですね。入っていきましょう。飛び船。ねえ、本当に良かったの？結婚式、私たちまで。友達がいるなら一緒にって、エイリヒ兄さんがね。お前、お金持ちになったからこんなもの乗れるようになったのか？てか、こんな素晴らしいものあるんだ。破滅した貴族たちが僕を雇いたくなること間違いなし。だってギラ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 すぎだろ。超嫌。お兄さんの結婚式って貴族も来るんだっけ？おい、来るんじゃないの？ブラント家は貴族らしいから、まあそれなりに来ると思うけど。で、自分たちも貴族じゃない？頑張れよ。わあ、落ちる。ああ、無理だ。ああ、この女の子が魔剣の女の子だったよね。おい、ああ、高いもの。高いところ怖いもんな。それやばいもんね。安心しろよ、エルの坊主。エルの坊主。あれ、めっちゃ飲んでるやん、ニッカーブラックを。飛行船が落ちるなんてことはまずない。ないのかい？一緒に来ていいのは友達だけじゃなかったの？ああ、ブランタークさんは王都に領土の現状報告行くらしくて。全然関係ない話で言ってるんだね。そうね。うん。あれ？それって王都のガイドブック？うん。王都って書いてるしね。スタート。なんたら。何？海賊？そうか。落ちないのか。まあ、絶対ではないけどな。え、絶対じゃないのかよ。魔物が起こるんか。来る敵兵竜やないか。おい、敵兵竜やん。確かに。いきなり落ちるしかないかも。来た。人間なざる者との戦いが始まる。叫び出しそうなんだ。生まれた異名は何だ？なんちょらかんちゃー。はあ、そりゃねえだろう。バラララバラバラーバババババババタタタタ。奇跡は赤く漏れて。ああ、このオピ悪けれわ。パパ、あ、飛び竜やないか。今からのシーンではないでしょうか。今はどこ。やばい OP でござんす。これはこれからどんなことが起こるのか。走り出せ。はいはいはい、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。回して回して。おい、どういうこと。しがらみてそりゃねえだろう。そうなんですね。外にいるのは古代竜のアンデッドでして、そういったセオリーが通じず。よくわかんないけど、まあ魔法の世界ですもんね。ただいま、あの高名な魔法使いブランタークリングスタッド様が対応されていますので。おまけ、俺には倒せんぞ。倒せんかい。こいつはアンデッドだ。聖魔法で浄化する以外に倒す方法。あ、だったらこっちの坊主は聖魔法使えるやないか。もうこの船は。安心しろ、魔法使いならもう一人いる。この小僧。え、ちょ、無理ですよ。だって あんなの。お前の衆なら笑顔でやってくれるのにな。そんなこと言われちゃ仕方ないですね。いいか、船は俺が守る。お前は飛翔で飛び出したら、すぐに聖魔法で奴を浄化させろ。オッケーオッケー、できんのか、そんなもん。女性らよ、行くぞ。アンデッド、古代のドラゴンみたいな。
やつじゃねえか。え、なんすか。え、もう一つって何ですか。言わねえのかよ。わお、かなりやべえじゃねえか。触れた瞬間にやられてまうわ。おう、ありがたきや。弟子の弟子、孫弟子。バラバダンバラバダンバラララバラン。やれんのか、アンデッドドラゴン。これ CG なの？なんかすげえ動きがね、笑けるけど。おとなしくしてろや。今は退治してくれてるじゃないですか、我々の坊主。お、元気玉いけるか。聖の光を。カメハメドラゴンスレイヤー。いけんのか、いけるのか。いけそうではあるが、そんな一発で倒せるような敵ではないと。まだまだあがく、頑張れよ。え、でも結構弱ってしまってるね。死んだ。え、ワンパンでやってもうた。やば、やばいね。ワンパンで落ちるとは。さすがの坊主やないか。あ、骨取ってこいよ。もうこれもらうとビヨーンってなるのめっちゃ変や。あとこの魔石は何やろ。お、綺麗ですね。しかし呪われてるし触ったらいきません。そうでもないか。倒しましたね。宿上げだ。オートに行けるみたいだぜ。お前のおかげさ。買い物は難しいかもしれんぞ。なぜ。おお、アルテリア、お前もこれに乗ってたのか。ああ、鏡の見物をさせてもらったよ、龍太一。頑張ったね。こいつは俺がまだ冒険者だった頃の仲間でな。あ、結構使える人なんじゃないか。じゃあ、今はオートででかい障害の投資なんだ。おお、お金結構もらえそうじゃないか。だけどショッピングは難しいとか言ったな。そんな感じさ。よろしく、小さな勇者殿。よろしくお願いします。で、さっき言ってた買い物は難しいっていう。そう、どういうことだ。オートにつけばわかるさ。やばいな、買い物ができない病になってるのみんな。やば、やべえことになってるね。これが応答か。これが応答。ショッピングできそうな感じはするけど。スタッドブルドグ。ブルドグ。まず先に町へ遊びに行くとかどう。遊べないよとか、ショッピングはできないとか。ちょっと予防用があるんで。ああ、はい。あとは頼む。一切合切何もかも。どういう話や。預けたんかい。逃げたな。え？何？俺ら何か悪いことした？逆なんじゃない？ひょっとしたら。古代竜の討伐、お見事でございます。え、見てのか、見てたのか。これを乗ってけみたいな。城にてお待ちです。マジかよ。ああ、もう
こういうやつですね。はい、みんなで行きましょうや。陛下に会うんだね。これは12歳でしょ、まだ。ウェル？お、はーい。あれ、ウェルってそんな大変な人生送るんだね。いきなり陛下に会わされるとかさ。まあ。あ、はい。あ、よろしくね、みんな。これから頑張ります。うい。心臓を捧げる。顔。やばいな。うんみたいな顔になってる。本当に若いね。若いぞ。12歳やもん。ベンデリンフォンベンのバウマイスターよ。まあ中はおっさんやけどね。古代竜を撃ち、魔導飛行船の乗員乗客の命を守った功績を称え。はい。第6位準男爵位を授ける。おお、準男爵？上がるやないか。すごいや。さっき教えたろ、先生の言葉。我が剣は陛下のため、王国のため、国のために振るわれる。すごい情熱な顔だね。今、準男爵になった。準男爵になりましたね。自分のパパと同じぐらいのレベルなのかな、それともっと低いんかな。良かったんですか。男爵あって、その上には伯爵、その上には日本語ちょっとわかんないんだけど、デューク、バロン、バロネット、バロン、カウント、デューク。それぐらいの職位をもらうだろうよ。まさか結婚式へ来る途中に父親より上の爵位になるなんて。パパより高いなんてね。爵だったな。爵だったんだ。もし本当に準男爵になるようなら。これは分離独立ということになるのでしょうか。そういうことかな。実家から席が抜けて新しいバウマイスター家の当主になることに。ああ、じゃあいいじゃないか。ベルはもう冒険者じゃなくなって私たちとはそんな簡単に。いやいや、貴族になったとしても領地を持たない包囲貴族だろうから。包囲貴族、あ、冒険をするもしない。包囲貴族、これ学校で学べた。包囲貴族は何かの成果を成し遂げてなったもので、剣の貴族はなんか自分の親が貴族だから自分貴族みたいな。二類なんだろう、しがら白髪てかでかいわ。金貨17万枚ですと。エドガー軍務卿、13万枚が妥当ではないかと。ただ売ろうとしてるんだね。回収させたのか。そういうことやな。ではルックナ財務卿は命をかけて戦ったバウマイスター卿に対して褒美を出ししぶれというのか。やば。予算は無限ではないのです。まあいいじゃないか。すでに王国の神事情は承知の上だと思います。いやいやいや、この巨大な魔石から作られる魔晶石と古代竜の骨があれば未だ稼働できずにいる魔導飛行船を動かすことができる。おお、いいじゃないか。見越してのバウマイスター卿の行いを無駄にするつもりか。私は今は優先度の話を。まあ別にあんたお金入るから。ちっと待ってって。大人たちは今喧嘩してるから。両者の言い分はごもっとも。では間を取って喧嘩15万枚にしてみては。オーエンハイム卒業。このような簡単な話。オーヘンハイムって名前？おいおいおい、錬金術師じゃないか。退治せし光の信徒として王都で最も注目されている存在です。そのバウマイスター卿にこのような見苦しい姿を晒すのは王家にとって得策とは思えませんが。なるほどね。お前らは子供っぽいぞみたいな。バウマイスター卿の貴重なお時間を見苦しいぜって。
出過ぎた真似を。いや、ただ…さあ、手続きの準備を始めましょう。手続きの準備、もう一瞬で決めた。一瞬で決めたな。まあ、良かったんじゃないか。勢力に囲い込みたいホーエンハイム数式を、お前を利用して軍備を増強させたいエドガー軍務卿、とにかくお前にかかる予算を削りたいルックナー財務卿って図式かなるほど、きついな。さまざまな違うファクションが戦って、誰がこの子を使えるか。バオマイスター使いたいって。我が奥義壮絶大車輪。何、僕も仲間にしてくれって。あれは大道芸人ですか。いや、お前に雇ってもらいたい士官志望者だろう。え、やば、大変やな、これから。200年以上誰ももらってなかった総流勲章まで手に入れた将来有望な貴族なんだから。将来有望の貴族なんだ。槍であれば誰にも負ける自信があります。はい、何やってんだ。こいつキャラで悪くないけど、キャラで悪くないっていうことなので、また会うでしょう。死亡者や娘を嫁になんて頼み込んでくる豪商がお前の元に殺到するぞ。大変ですね。いや、モテる男で辛いな。ともに外も歩けないんじゃないか。もうセレブか。じゃ、買い物に行くのは。だから言ったろ、難しいって。そういうことなんですね、お兄さん。こうしちゃって何。有名勢ってやつだな。不自由なんですね。有名勢か。有名勢って面白いな。本当に存在するもんだよね。ジョニー・デップとか大変だろうな。ああ、ベルか。元気だったか。元気ありませんね、兄さんたちは。実は、実家からの祝儀が届いてなくてね。あれ？じゃあ私が入れましょうか。それって、まずいですよね。そりゃまずいだろう。新郎の実家は礼儀も知らない下品な貴族なんだって。参列者から思われちゃう。私が払おうってことになりますね。クルト兄さんから手紙が届いてな。と言っても書いたのはアマリエ姉さんだろうけど、まあざっくり要約すると、金がないから俺とパウル兄さんで立て替えてくれと。わお、警備隊風情の俺たちに何を期待してるんだか。俺たちがどれだけつつましい。まあこれはじゃあ弟にお願いってことやな。ベル、祝儀の品ってのは貴族の見栄の象徴でもあるんだ。Okay. だから豪華で派手じゃないと。見栄豪華で派手ね。さ、これってブライヒレード辺境伯様にまで恥かかせることになるんじゃ。それはあかんな。なんでそこまで。ベル、それはね、バウマイスター家はブライヒレーダー辺境伯様とよりを。なるほどね。あの、自分の親分を傷つけてるみたいなもんだな。祝儀を用意できない時なんかは、より親はお金を貸すべき立場にあるんだよ。じゃあ彼はなんで出してないんだろう。このままじゃブライヒレーダー辺境伯様がお金を貸し渋ったように見えちまう。そもそもうちの実家が辺境伯様にお金を貸してくれと伝えてないのが悪い。伝えてないんだ。ないからだろうな。あ、そういうことね。返せへんからお願いしてない。結局は彼のメンツに問題がある。俺が出しときましょうか。そうなるでしょう。絶対そうなると思ったんだけど。はい、バーマイスター全然ね、普通に大丈夫。めんどくさいな貴族って。まあお前お金持ってるし、慣れ金だし、いいんじゃねえか。なんだ、冴えないじゃないか貴族様。貴族様って。幸せが逃げるぞ。ああ、アルテリオさん。パメイクはかん。探したよ。いいぞ。使ってなかったから。テンション抜くし。貿易商に頼んだよ。え、まさか見つけてきてくれたんですか。何を？北の水穂から手に入れたらしいが、何なんだい。その米麹ってのは。米麹、これ甘酒？商売しようとしてるのか。米麹。もしそうなら、まず俺に一声かけてくれても。これ普通に米と違うの？え、テレポート？なんだよ急に。いきなりお前テレポートできんの？オートに連れてってくれるって言ってたのに。いいから、ほら、ただいま。な、何作りたいの？米ご飯。
ベル、いいな。あ、なるほどね。朝ごはん、夜ごはんで。ご飯作るんだね。そんなに頑張るんか。待って。もち米？実家の頃から挑戦してたんだろう。味噌作りとか。味噌か。でも発酵がうまくいかなくてさ、いつも腐らせちゃって。やっぱ米麹使わないと難しいんだなって。なる。味噌作ろうとしてんだ。この人なんかめっちゃいろいろできるよね。だって山椒とか作ったでしょ。とりあえずその日本産を極めるっていう。よし、本当はこのまま1年くらい寝かせるんだけど。ない、時間。ここは魔法で。魔法を使って時間をなんかいじるのか。頼む、次こそは発行してくれ。これで商売になるんじゃないか。まだ商社のサラリーマンだった頃、味噌作りの職人さんから聞かれたな。なんて。元腐敗の差は何だと思うって。それでどうや、いけるか。正解はどっちも同じ現象で、人々にとって有用なのが発酵、害なのが腐敗だった気がする。どうだ、うまいか。貴族だって同じかもしれない。ほう、なんか深いこと言うな。いろいろ面倒なこともあるけど、どの道この世界で生きていくしかないんだし。まあうまいだろうな。それならしみるってなるよ。味噌汁食ってんねやで。みんなに発酵貴族だって思われるよ。要領よくやっていこうがいいような気がする。発酵貴族を頑張れよ。じゃあこれは売れんのか。しみるってなる。お呼びですか、おじい様。あ、おじい様。なんかすげえ豪華な服。エリーゼ、お前の夫を決めたぞ。なんでやねん。そういうことになるんかい。もうホーヘンハイムの娘さんと結婚なされる感じですね。へー、次から次へと大変なことばかりやないですか。あれ気になっちゃうんだけどね、一番最初のエピソードの1話の始まりってさ、彼が15歳で戻ってなんか家族の手伝いをやってるやんか。一体どういう人生をそこまでに送っていくのか、なんで戻ってるのか。もうこんなにねスーパー貴族になってるし、4話で今後もどん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 すげえやつになっていくやんか。ってことはチャリティで書いてるのか、それとも何かそういう感じではなくて、そういう類じゃなくて、自分の新しい家族に巻き込んでるのかな。それでやばい土地を何用意して自分の領域を広げたり、農業とかいろいろ作ったりしてんのかな。なんだろう、このアニメでも結構面白いと思います。なのでもう今後も続行を考えてるんですけれども、皆さんご視聴ありがとうございました。そしてですね、ご視聴の際には面白かったら高評価またコメントや登録の方をお願いします。概要欄には投稿スケジュールっていうのも書いておりますので、もしお興味がありましたらぜひご覧いただければと思います。そしてこれからもこのアニメも他のアニメもたくさん見ているし、 FF ファイナルファンタジーリメイクもやっているので、ぜひご覧いただければと思います。ではでは、バイバイ、おおきに、アントネクスタイム。